めてタイに来た。僕を待っていたのは、あふれんばかりの色、音、味と香り、活気、そしてこの時の流れ。やっぱり実際に来てみないとわからない。タイの旅での貴重な経験の数々。それは僕を心も体も元気にしてくれるような気がします。タイは日本よりも広い国。緑の深い森が広がる北部や西部から広大な中央平原、そして南部の真っ白なビーチとサンゴ礁まで、いろんな魅力があるんです。首都バンコク。このアジアを代表する大都会で印象的なのは、王宮や寺院などの古いものと最先端の流行のハーモニーです。タイは初めてだけど、旅行しやすいし、昼も夜も安全です。バンコク市内には便利な電車もあって、移動も楽々です。タイの人は本当にみんな親切にしてくれます。微笑みの国って本当だなって思いました。いつの間にかタイが大好きになってしまいました。タイは熱帯の緑豊かな場所です。修学旅行でタイに連れてきてくれる学校もあると聞いたけど、本当に羨ましいです。こんな気持ちの良さそうな場所でキャンプをしたら楽しいだろうな。そうだ、いつかハネムーンで彼女を連れてタイに来よう。旅の途中、たくさんの幸せそうなカップルを見たら、誰だってこう思うはずです。
タイでは女性の観光客にもいっぱい会いました。こんなにおしゃれでいろんなものが揃っていたらショッピングも最高に楽しいですね。タイはゴルフ天国としても人気があるんです。コースはもちろん、キャディーさんのサービスも最高だそうですよ。タイの旅行で忘れてはいけないのがタイ料理。本場のタイ料理は辛いものだけじゃないんです。もう美味しくて毎日食事が楽しみで仕方ありません。それに日本では見たこともないような熱帯の果物がいっぱい。タイの人たちの繊細な芸術センスは歴史的に重要な遺跡にも見られるように、先祖代々大切に伝えられてきたものなんですね。かつての王朝の歴史を物語る王宮や寺院は世界遺産にもなっていて見逃すことができません。タイには一年を通じて楽しいお祭りやイベントもたくさんあります。特に毎年11月のロイクラトン祭り。タイ北部では何千何万という灯籠を一斉に空に放つんです。タイの魅力はとても語り尽くせません。もう少しここに滞在して各地を回ってみようと思います。これからどんなものに出会えるかとても楽しみです。